皆さん、おはようございます。では、飲み屋クーポイ、金具です。阪神タイガース、田中修太さん知ってますかそのそごさは、実は修太という名前で登録しました。セカンド、ショート、あの、暗黒時代の阪神、確かに、ノームさん時代、F、F17 という名前にあったが、入ってなかったそうでございます。主,主に守備固め、ダイソーですが、守備はいいけどもね、実は2006年、阪神の下さんこと、下柳強さん、グラブ叩きつけ事件あって、 下中集団のエラー、さらには、えー、ダブルプレイがまさか慎重になりすぎて、一塁セーフの判定に、月光し、もう、これはき、ぶち切れましたし、もう柳さん、本当に。最後はフライで終わって、しもむさん、笑顔です。はい、やはり、守備が安定しないどころか、まあ、打力も安定しないですかね、はい。足だけは速いんですよ、唯一。取り柄なんです、足の速さが。いやー、驚きましたね、はい。というわけで、阪神タイガース。 今コーチを務めております。田中秀太さんのすごさでした。バイバイ。